どうもです。ということで今回は第8回ルカミ杯開催したいと思います。さあメンバーシップの皆さんね、はい、よろしくお願いしますということで、まあ、今回はですね、前回大会同様ですね、最高ランキングをもとにプレイヤーごとにポイントを設定させていただきました。まあ、画面にある通りね、4ポイントプレイヤーから1ポイントプレイヤーまで割り振りさせていただいたので、まあ、まず星マークついてる方がね、各リーダーになります。はい、今回もね、ご協力ありがとうございますということで、計7名の方にね、協力いただき、自分含めね、8チームに、割り振りさせていただきます。そして説明なんですけども、各リーダーはご自身のポイントを含め4人で合計10ポイント以下になるように、プレイヤーを指名していただきます。まあ例としてはですね、4ポイント4ポイント1ポイント1ポイント4ポイント3ポイント2ポイント1ポイント3ポイント3ポイント3ポイント1ポイント2ポイント2ポイント2ポイント4ポイントなどでも構いませんし、まあ10ポイントに満たなくてもいいです、2ポイント2ポイント2ポイントの計8ポイントなどでも構いませんと。これを踏まえた上でですね、リーダーには今からドラフト会議を行わせていただきます。まあ、また指名が被った場合はですね、抽選を行いまして、抽選が外れてしまった場合は次の選択順に移行するという形で、チーム決めをね行っていきたいと思います。それでは早速ドラフト会議やっていきましょう。僕雑用見習いの第一指名はひなひなさんでお願いします。リーダーです。僕の第一指名はひろさんです。大君です。僕の第一指名はひなひなさんです。緑間俊太郎です。僕の第一指名はヒロさんです。 MI です。第一指名はひなひなさんでお願いします。姿勢です。僕の第一指名はさくらさんです。ユニメアです。僕の第一指名はおかんさんでお願いします。おーもろーかぶりすぎやお前らかぶりすぎてるそんなのかぶりすぎてるで。いやこれ取れたらでかいな。ごめんなさい本当に最悪。ミー以外のグリグリグリよくないよ。ミー以外ってもう一人やんけ。ミーが。おい、これギリギリすぎることないよ。ギリギリだ。マジかよ。じゃあ、ミーさん決定で。いや、お願いします。おー、あ、クラゲみたいになっちゃった。2分1。こい、いた。こいこい。はい、ナイス、はい、ナイス、ナイス。はい、ということで第1巡目のチーム結果こういう形になっておりますということで、まあ、抽選ね惜しくも外れちゃった方はこのまま第2指名へ移らせていただきます。なのでまあどんどんね取りたい人が取れなくなっていく、プラスポイントの兼ね合いもあるのでね、チーム編成が難しくなっていくっていうデメリットがあるので、まあ、やっぱりね各ポイントの上位層の人たちがね被りやすいので、まあ、こうやってね抽選がたくさん今後も行われていくので楽しみにしてください。チーム雑用見習いです。僕の第2指名はカエテテさんでお願いします。リーダーです。第2指名はイヨリさんでお願いします。ライ君です。僕の指名はマディルさんです。緑間俊太郎です。僕の第2指名はキコさんです。と MI です。第2指名はチョッパーでお願いします。姿勢です。僕の第2希望はピコさんです。ユニベアです。僕の2巡目の指名はピコさんでお願いします。よーいどん。はい、おめでとうございます。姿勢さんですね。ありがとうございます。はい、ということで第2指名が終了いたしました。チーム分けはこんな感じになってます。はい、ピコさんがね大人気でしたね。はい、姿勢さんが獲得ということで、まあ、見てる方もね呼ばれたらチーム確認しておいといてください。チーム雑用見習いの第3指名は P さんでお願いします。リーダーです。第1指名は筋肉ウサギさんでお願いします。ライ君です。僕の指名は P さんです。緑間俊太郎です。僕の第3指名はリチさんです。と MI です。と第3指名は筋肉ウサギさんでお願いします。姿勢です。僕の第3希望はリチさんです。ジェニベアです。僕の3巡目の指名はリチさんでお願いします。さあじゃあ P さんの抽選いきましょう。よーい頼むスタート。わあ、やってくれよ。よし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 。よし。雑。非常に困った。雑。2分1。はい。
お、頼むぐり。ほんまにお願い。手ぐり。はい、グリードさんでーす。スタート。やばいやん。2連勝気持ちいい。いや、マジ。気持ちいい、これはえぐい。はい、ということで、第3指名終了しました。チーム分けはこちらになります。はい、まさかのね、全員抽選ということで、大かぶりなんですけども、特にね、緑間さんとミーさんと中二病さんですね。はい、2巡目同様、3人とも同じ人がかぶるということで、で、まさかの2回とも姿勢さんが獲得するということで、姿勢さん4人確定しましたので、チーム、決定になります。姿勢さん、かぐらさん、ピコさん、リチさん。姿勢さんがですね3ポイント、かぐらさんが3ポイント、ピコさんが2ポイント、リシさんが2ポイントということで、3322の計10ポイントになりますね。結構バランス型ですね、3322っていうのは。はい、ぜひね本番期待したいと思います。頑張ってください。チーム雑用見習いの第4指名はラムネコさんでお願いします。グリードです。第4指名は朝こきさんでお願いします。ライ君です。僕の指名はミリザワさんです。緑間俊太郎です。僕の第4指名はムーさんです。僕ミーの第4指名は白米の帝王さんでお願いします。12秒です。僕の4人目の指名はオランジミンさんです。おめでとうございます。おお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 お平和な世界戦や。平和平和。はい、ということで第4指名はね被りなしということで、グリードチーム、ライクンチーム、ミーチームがですね、はい、チーム確定となります。はい、頑張ってください。でこちら3チームですね、全て4321とポイントがね4人ともばらけているというチーム編成になっておりますので、まあこういうねポイントの取り方がどう響くのかっていうのがね本番楽しみですね。まあ余談ですが、前回大会優勝されたチームはですね、確か3322かそんな感じだったと思うので、結構ねバランスに振って4人で挑んでたチームが優勝したので、まあその辺ねどう効いてくるのか、はい、ぜひ楽しみにしたいと思います。はい、そしてこの後ですね、第5巡指名を行わせていただいたんですけども、まあ人数が少ないためね、このまま表で紹介したいと思います。はい、雑用見習いちゃんがクリスティーヌさん獲得ということで、チーム確定です。こちらのチームもですね、上から4231とね、はい、全員ポイントがばらけているパターンのチーム編成になっております。はい、続いてこちら緑間俊太郎チームですね。はい、緑間俊太郎さん、ヒロさん、ムーさん、やや大さんになってない、これ、あ、すいません、これあれですね、作成した時に恋さんですよね、これ。本当に申し訳ございません。名前を間違えるという最悪の行為を、ややタイではなく、やや恋さんですね、これ。タイから、恋に進化させてください。はい、こちらも上から4321とね、はい、ばらけているチームになります。今回そうですね、姿勢さんチーム以外は4321の組み合わせになってるんかな。で最後に中二病さんチームですね。中二病さんチームも上から3421なので、あ、全員ばらけてますね。おっと、面白い。ポイントのばらけ方がかなり綺麗な、ドラフト会議となりましたね。姿勢さんチームの3322以外は全部4321の4名で、構成されているという結果になりました。はい、で右下にあるね、我々ルカチームなんですけども、はい、5名となっております。まあ本番僕が出るかはちょっと怪しいところではあるんですけども、まあ基本的にね、毘沙門天ですさん、ピノさん、カセさん、イルト、ルカさん、よろしくお願いします。まあ、こちらのチームはいつも通り、最後に残った人たちで構成されているんですけど、まあ、別に人気がなかったとかそういうわけじゃないんでね、はい、気にしないようにしてください。まあ、結構ねドラフトやってるとポイントの都合上ね余ってしまう方が出てきてしまうので、まあ逆にね、はい、優勝してやろうという気持ちで、はい、5人で頑張りましょう。はい、ということでドラフト会議はねこんな感じで以上になります。はい、チームをねこちらを見てご確認ください。それでは続いてですね、ルール説明に参りたいと思います。ぜひね参加する方はしっかり、ご覧になっておいてください。今回第8回ルカミン杯ということで、もう8回目になりますね。まあこの表がね前回大会のものになるので、まあおそらく同じトーナメント表になると思います。まあ基本的にトーナメント戦で左が勝ちトーナメント、右が負けトーナメントとなります。まあ左のトーナメントからスタートして、一度負けたら右のトーナメントの、アルファベットのところに移動していただきます。まあ1回ね勝ちトーナメントで負けても右から優勝できる可能性が残っているので、まあ諦めずねやってください。まあ、もし右の
トーナメントでも負けた場合ですね、はい、こちらに関しては大会終了となります、はい、2回負けた時点で、ようやく大会終了です、まあ、上の表をね元に説明させていただくと A のところを見てください、はい、ザンプク対ネクサスかな、はい、このチームが1回戦目を行いました。で、例えばネクサスが勝ったとします、はい、勝ったとしましたら、ザンプクは A の敗退者となりますので、負けトーナメント表のいっちゃん左の A のところに、組み込まれます。で、タケノコ対 P とその他さんの、チームで負けた方が C に移動して、さらに、その今言ったザンプクとその負けたところ C で負けたところとが、右のトーナメント表で対戦して、で、そこで負けたら終了、勝ったら上がっていくっていう形になります。なのでね、勝ちトーナメントで上の方まで行って G のところで負けても、負けトーナメントでもう一回戦えば、再戦できて、優勝できるという、形になっております。なので勝ちトーナメントで勝ち上がれば上がるほど、負けトーナメントで、簡単にまた上まで戻ってこれるよっていう、はい、システムになっておりますので、2回負けるまではね、皆さん諦めず優勝を狙ってください。まあ、いつも通りね、優勝賞金も、ございますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、続いてルールになりますね。はい、いつも通り日本選手最大3試合になっております。日本選手した時点で、終了になります。で、キャラ被りはなしでございます。まあ、いわゆるチャンピオンシップルールですね。ただし同キャラであっても別種類はありです。キングとかアルベル、ユメルフィとルフィ太郎などね、まあ、基本的に全く同じキャラではなければ、全然使っていただいて問題ございません。で、前回大会からですね、レベル固定を排除しましたので、まあ、もしね、育成育てない方からしたらちょっときついかもしれませんが、まあ、そのための、ドラフトでチーム編成を均等に分けるというね、ことを行っておりますので、まあね、チームに、貢献できるように頑張ってください。はい、で、次に、試合開始時にですね、チームメンバーが落ちてしまった場合、その場合は残りの味方がですね、ごめんスタンプを押して相手チームに1勝を行ってください。その場合に限りその試合を無効とし、再度試合を行っていただきます。まあ、逆に言うとね、開始時以外で試合途中なんかでね、落ちてしまった場合はその試合は残念ながらちょっと続行という形に、させていただきます。はい、で、この後ね、皆さんには各チームのボイチャ部屋を用意していますので、そちらのボイチャの中にですね、チャット欄がございますので、そちらでリーダーを主軸に主要キャラの相談とチーム名を、はい、相談し合ってください。まあ、チーム名はですね、期日は7日の朝の、11時までとさせていただきます。ちょっとリーダーに、この動画で伝えておくと、まあ、できるだけチーム名に関して早めに、はい、あのリーダー専用のチャット欄にて記入をお願いいたします。でね、本当にリーダーの方々皆さんご協力本当にありがとうございます。めちゃくちゃ、感謝しておりますということで、頑張っていきましょう。まあ、当日ね、もし時間があればね、リーダー8人でエキシビションマッチしようっていう話もしてたので、まあね、そこでまたバチバチやり合いましょう。そして最後にね、参加されるメンバーシップのみんなにね、はい、伝えておきたいこととしては、もう本当にね、勝つことは大事なんですけど、何よりね、楽しむことを一番にしてください。まあ、言うて賞金も知れてますので、まあ、そこを目当てにやるっていうのもあんまり合ってないかなと思いますので、まあ、賞金は副産物で、負けても失うものは特にないし、まあ、チームでね、和気あいあいと楽しめたらいいかなという、そういうプラベ大会にはなっていますので、まあ、やっぱりね、負けたらちょっとズーンってチームの雰囲気になっちゃったりもすると思うんですけども、まあね、負けても全然気にしない感じでみんなで盛り上げていけたらなと思うので、ぜひね、その辺はね、協力していただけるとありがたいなと、はい、思います。全然ね、負けてもいいんですから、楽しみましょう。本当にね、プラベ大会楽しめるので、まあね、本当に仲良くね、はい、やりましょうね。はい、ということで、ルカミンのね、プラベ大会、まあ一応月1とは言ってるんですけど、最近ね、2ヶ月に1回だったり3ヶ月に1回というペースになっておりますので、そこはちょっと申し訳ないんで、しっかりとやっていけたらなと今後も思います。まあ、今後はね、こういったドラフト形式の形を、まあ、基本的に採用していくかも、はい、知れません。まあ、適宜ね、いいものがあれば、追加していって、より良い大会にしていけたらなと思いますので、皆さん今後とも何卒よろしくお願いいたします。ということで、以上とさせていただきます。はい、チームね、しっかり皆さん確認しておいてください。では、当日よろしくお願いします。